本です。今回はスクワット頑張るほどに寝たきりになってしまうたった一つの理由とその対処法を実践していきます。みんな将来寝たきりにならないために足を頑張って鍛えていると思います。それはすごくいいんですが、実はやると逆効果になってしまうことというのもあるんですね。特にその中でもしっかり意識してやらないとまずいことになりやすいのがスクワットなんですね。このスクワットというのは体のどこの部分に働かせる運動になるのかというと、太ももの筋肉、特に太ももの前側、大腿四頭筋と呼ばれる部分を鍛えるトレーニングになるんですね。この大腿四頭筋は力強く歩くために大切な筋肉で、ここが強いことは寝たきりにならないために大切な要素の一つではあるんですが、じゃあなぜそのスクワットをすると逆に寝たきりになってしまうのかというと、この太ももの筋肉というのは足の筋肉の中でも大きくて、しかも動かしやすい、意識しやすい筋肉ということが関係しているんですね。つまりは日常日頃から無意識に頻繁に使ってしまいやすい筋肉になってしまうんです。一度足の筋肉と言われて一番意識して力を入れやすい部分はどこかなと自分でやってみてください。ほとんどの人が太ももの筋肉に力を入れるのが一番力を入れやすいと感じるはずです。なので普段から太ももの筋肉は使用頻度が高い筋肉と言えるわけなんですね。使用頻度が高いということは単純に考えても弱ってくるのは最後の方になることが多く、基本普段使わない筋肉の方から弱っていくので、実は歩きづらいと感じ始める程度ではそこまで太ももの筋肉は弱っていないことが多く、むしろその周りの筋肉が弱っているせいで歩きづらくなってしまっていることがほとんどなんですね。さらにもう一つ問題があり、周りの筋肉が弱ってくると必然的にその分生活の中でも弱った筋肉の分、体のどこかが代わりに仕事しないといけなくなってしまいます。その時に弱った筋肉の代わりに働く筋肉はどこかというと、これが太ももの筋肉になるわけなんですね。なぜかというと、最初言ったように太ももの筋肉はでかくて意識しやすい、動かしやすい筋肉だからなんです。そうやって知らず知らずのうちに太ももの筋肉に対する日常の負荷や負担はどんどん上がっていくというわけです。この時点で太ももの筋肉はもう疲労困憊、これ以上負荷をかけないで早く周りの筋肉を復活させてくれと思っているわけですね。なのに勘違いして足が弱ってきたからと太ももを鍛えようとスクワットをするとさらに負担が増えて余計歩けなくなっていく、むしろ足を壊して寝たきりになんてことにもなってしまうんですね。例えばあなたもチームとかで仕事をするときに仲間全員病気で休んで仕事全部押し付けられたら、早く病気から回復して戻ってきてくれというのを一番最初に考えるはずです。ここでこの仕事量に耐えられるようにさらに自分を鍛えていくぜって思う人間はまずいないはずです。そんなことしたら自分も病気になって倒れてしまうっていうのは誰でもわかることです。これを世間ではパワハラとかブラックとか言うわけじゃないですか。でもみんな自分の足にはそれと同じことをやってるんですね。なのでまずは周りの筋肉をちゃんと復活させるとして、太ももを一旦休めてから正常に戻ってからスクワットなどで鍛えていく、このように段階を踏んでやるようにする、ここをこれからは意識するようにしてください。ということで今からですね、太ももに負担をかけないようにする方法と周りの筋肉を動くようにしていくトレーニングを実践していきましょう。はい、ではなぜ太ももの筋肉は日常生活でどんどん負担がかかっていくのかというと、まずはこの周りの筋肉が働かなくなるせいでここは肩代わりしないといけなくなってくるというのが一つとですね、もう一つは動き方がですね若い頃に比べて変わってきてしまうというのがあります。というのも人間というのはある程度のスピードを出して動くことで体に一番負担がかからない状態で生活できるんですが、年齢が上がってくるとどうしても動くスピードが遅くなってくる、そのせいで勢いが使えなくなる、勢いが使えなくなるとその分ですね筋肉の力だけで前に進まないといけなくなってくる、その時に一番使ってしまうのがこの太ももの筋肉、ここの力で前に進もうとするようになるから、年齢が上がってくるほどに生活してても勝手にここにかかってくる負担というのは増えてきてしまうわけですね。さらにもう一つですね、太ももに負担をかけてしまう動きというのがつま先重心です。つま先に重心を乗せていくと太ももの前側に力がかかってくるのがわかると思います。この2つが組み合わさることによって生活の中で太ももの筋肉というのがどんどん疲労していくわけですね。2つを合わせるとゆっくり動きながらつま先で倒れないように踏ん張って歩くような歩き方ですね、こういうような動き方になってくるとここがすごく疲労して
くるわけなんですね。でもこうなってしまう原因っていうのは、この周りの筋肉たちがですね、弱って動かなくなって、動きづらくなったから、最終的に頼れるのがここだけで、ここを一番使った動き方というのが、この力を入れてゆっくりつま先に重心を乗せて動く動き方になるわけなんですね。なのでこの周りをですね、しっかり動かしていくというのが大切になるのと、スピードをしっかり出すということが大切になってきます。なので生活の中でですね、特に動く歩く時にですね、しっかりスピードを出すために腕を振ってほしいんですね。腕を振って腕の力も利用して進むスピードを上げる。そしてこの周りをですね、しっかり動かしていく。動かさないからどんどん弱っていくので、しっかり足を動かしていく。そして歩幅を広くしていくと、自然とつま先からつかなくなってくるので、無駄に太ももに負担がかからなくなってくる。合わせると腕を振って歩幅を広くしてスピードを出して歩いていくということです。これを生活の中でですね、意識してもらうと、ここにかかってくる負担というのが消えてくるので、今日から取り入れていってください。そして今からですね、この周りの筋肉をですね、しっかり復活させるトレーニングというのをやっていきます。ではですね、少し体の力を抜いて前かがみになって、腕をですね大きく振っていきます。この状態でさらにですね、足踏みを追加していきます。これをですね30秒2セットですね、今からいきましょう。体の力を抜いてですね、大きく動かしてください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じように30秒いきましょう。はい、OK です。はい、じゃあですね、次は体の力をダラーンと抜いて、手をですね前にブラーンと垂らしてもらって、この状態ですね、背骨を回すイメージで体をですね、こういう風に振っていきます。これを30秒2セットですね、今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次ですね、2セット目同じようにして30秒いきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、壁に手をついて股関節を意識してですね、足を前後に振っていきます。これを30秒左右ですね、今からいきましょう。これもですね、足の力を抜いてですね、大きく振ってください。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね、30秒いきましょう。はい、OK です。
はい、じゃあ次はですね、このように座ってもらって膝をですね、曲げてもらって、で、この状態ですね、力を抜いて外に開く、で、戻す、これをですね、30秒2セットですね。今からいきましょう。同じように30秒いきましょう。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。